シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、来週の、日曜日からの1週間ですね。はい、はい、グループ分けしています、はい、まずは火のグループ、情熱の星座、牡羊座、獅子座、射手座。はい、はい、強い意志と方向性、ずっと言われておりますね。そうですね、はい、心配や不安はエネルギーをね落としますので、うん、なるべくやめましょう。信じる方に行きましょうね、うんうん、であと自分の考えと世間の考えとのちょっとギャップ感を感じるかもしれません。でもそれは自分の心がね、喜ぶ方だったり求める方を、最初に強い意志と方向性って言いましたよね。惑わされない、選ぶと、はいはい、では地のグループ、安定の星座、牡牛座、乙女座、ヤギ座、はい、子供のような心で進もう、うんうん、ウキウキと、お嬉しいね、うんうん、あとね、ちょっと体のケアをしてください、はい、うん、あと一歩前に進みましょう、ということですね。さあ、風のグループ、伝達の星座、はい、双子座、天秤座、水瓶座、はい、自由を妨げる過去のからのエネルギーから飛び出しましょう。まるで新しく生まれるごとく、はい、で新しい天気も待っております、うんうん、だそうです。だそうです、はい、よしそして水のグループ、感情の星座、蟹座、サソリ座、魚座、情報が届きます。不要なものは処分してください。いらないものね、見つけたらどんどん捨てていってください、うん、はい、しっかりと目の前に起こったことを受け取ってくださいということです。なるほど、がっつりとね、がっつりと、はい、はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、お役に立てたら嬉しいクリスタルパワーです。どうしたの？いや、椅子が壊れたんです。座ってる椅子が、すごい、椅子が壊れました珍しいですかねシンクロプラス、意味のある偶然は人生のスパイス。困ったと思うから心も狭くなり知恵も湧かないのである。困っても困らないことである。